はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の公民、政府の経済活動と租税についてお送りします。で、前回金融と、貨幣と金融というタイトルで、主にこう銀行の話とかをやりましたけど、今回は税金が、メインの話となります。で、全部でね、穴埋めは9問ありますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番から穴埋めのを始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず政府の話なんですけど、政府ってざっくり言うと、主に国、そして地方公共団体をイメージしてください。国は当然国の話です。で、地方公共団体は地方の話ですね。例えば県とか市とかそういう感じで思ってください。で、そのね、政府っていうのが収入を得る。収入あるでしょ？得て、それを支出、使う方です。だから収入を得て使うと。その経済活動のことをほにゃららと言います。で、これまずね、名前ですね。そのことを財政と言います。国、政府がね、収入を得て使うことね。これは財政だと。で、政府っていうのは、の収入ね、っていうのは主として税金です。税金の租税とも言いますけど、これね、覚えてください。今回問題にしてないですけど、政府の収入のメインは税金です。によって賄われているんだけど、税金は国が集めるホニャララと、地方公共団体が集めるホニャララに分けられます。二つあるんです、税金。で、これ、名前簡単だから。国が集める税金でしょ。だから、国に税金の税で国税です。で、地方公共団体が集めるのが、地方に税がついて地方税と言います。覚えやすいね、名前はね。で、こっからがすごく大事で、ちょっとややこしいんでね、頑張ってついてきてください。いきますよ。また、所得税や法人税。これね、これも覚えてください。で、これ説明後でします。所得税、法人税ね。これのように、税金を納める義務のある人のことを、納税者って言います。税金を納めるものね。税金を納める人が納税者と、税金を実際に負担する人のことを、単税者って言います。これは、税金を負担の単ね。負担するものです。が、一致する税金。納税者と単税者が同じです。っていう税金のことを、直接に税金の税で、直接税と言います。一回ここで話し切りますよ。もう一回ね、納税者と単税者が一致するのが直接税なんです、名前が。で、たまに出てくるのが、直接税を何個か書きなさいみたいな問題がテストで出てきたときに、直接税の例として出るのは、所得税とか法人税です。で、所得税っていうのは、お金を稼いだときに、それにかかる税金です。だからみんなのお父さんお母さん、働いてる方は必ず払ってます、所得税です。で、法人税っていうのはイメージとして会社が払う税金です。法人。会社が払う税金。ざっくり言うとね。が法人税になります。で、ちょっと色変えますね。で、今のは一致する税金ね。で、今度はそれが一致しない税金があるんです。納税者と単税者が違うの。で、その例として挙げられるのが、お酒の税、酒税とみんなが一番親しみがある消費税です。で、これみたいに一致しない税金のことを、あっちが直接でしょ？こっちが間接と言います。間接税。と言うんです。いいかな？まずね、ここややこしいんですけど、覚えてください。これも同じで、間接税の例を2つ挙げなさいみたいな問題が出てきたら、酒税とか消費税と書いてください。で、この一致する、一致しない、どういうことかっていうと、おそらくね、一致する方がイメージつきやすいんですよ。だって、例えば実際ね、じゃあ俺がお金を稼いでると。で、俺も所得税払うんですけど、実際に負担するじゃないですか。お金を負担してるから、税金払って。で、納めるのも俺でしょ？俺が稼いでその分を払ってるので。だから、負担してるのも俺だし、払ってる。ね、納める義務のあるのも自分です。だから、それが所得税。一致してるから。両方とも俺がやってるからね。
でも消費税がイメージしやすいかな、みんなからすると。例えばみんながコンビニとかで買い物をします。今ね、これ撮影してる時は税金が 8% なんで、100円を買うのものを買ったら108円払ってるでしょ。つまり8円消費税を払ってるんです。で、実際に負担してるのはみんなでしょ。 8% 8円払ってるわけだから、だから関税者はみんなになります。でも税金を実際に納めてるのはお店側だから、販売してる側だから違うんです。納税者と関税者がみんなが払ってるから、いや俺らが納めてるじゃんっていう感覚になるんだけど、負担してるのはみんな、でもその納めてるのはお店側のせい、あと販売者の方になるので、だから間接で一致しないっていうんです。こういうのいいかな、このね、直接税と間接税、うまくね覚えておいてください。で、さっき出てきた所得税の話をちょっとやります。所得税ね。で、ちなみに所得税っていうのは、所得が多くなれば、噛んでるね。所得が多くなればなるほど、つまりお金をいっぱい稼げば稼ぐほど税率が高くなります。で、この所得が多くなればなるほど税率が高くなることをホニャララと言います。これ名前覚えてください。これをですね、田んぼの田に、意と書いて進むでしょ。で、かに税ですね。これで累進課税と言います。累進課税ね。で、この、まあ、さっき言ったように所得が多くなればなるほど税率が高くなる。つまり例えばじゃあ1年間で100万円稼ぐ人と1年間で1000万円稼ぐ人がいるとします。これは1000万円稼いでる人の方が所得税が高くなります。つまりいっぱい払わなきゃいけないの。これが累進課税です。で、消費税っていうのはみんなが分かるように、例えばじゃあみんなが、みんな中学生の子が多いかな、中学生の子がコンビニで100円払っても108円なんで8円払うでしょ。じゃあ1000万円稼いでる人が100円のものを買っても当然108円じゃん。だから税率が同じなんだよね。で、そうじゃなくって、こっちの所得税の場合は、その所得が多い人ほど税率、払うものが増える。それを累進課税と言います。いいね、よく出てくるんで覚えておいてください。で、次。政府の収入っていうのはさっき言ったようにね、原則主として税金によって賄わなければならないです。ちょっと噛み噛みでごめんね。いい、税金で基本的に収入を得ると。なんだけど、税金だけだと、もちろん足りないことが出てくる。だから税金だけでは必要な収入を得ることができない場合、政府っていうのは税収の不足、足りなかった分を補うために何かを発行します。いい、これ何かっていうと、公の公にこの漢字で公債と言います。これ債の漢字ね、結構人名じゃなくて違うのつけたがるので 気をつけてね。人名になります。で、ちなみに、公債っていうのは簡単に言うと借金です。だからお金足りないからこれでお金にしちゃおうってことだからね。借金してるようなもんです。で、この公債も、さっき言ったように、国と地方公共団体で分かれます、名前が。で、国が発行する公債のことを、これも覚えやすいです。国の公債だから、国債と言います。で、地方公共団体の方も、地方に公債の債で地方債と言います。まあ、それぞれ名前が違うっていうね。で、それを発行して借り入れする、まあお金を借りるってことだね、ということもしますので、この辺も名前覚えておいてください。では今回は社会の公民、政府の経済活動と租税についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回は政府の役割ということで、またまた政府をね、まあ、注目してやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。